ボーギ、フォーキープロスペクターにブルズアイミスターポテトヘッドにミセスポテトヘッドさらに悪役のザーグ登場さらにもう一つキャラクターいますねグリーンアーミーメンがいますね今回もまだまだキャラクターを紹介しますよ見えますか？フォーキーがロケットに乗っていますアンディがクレヨンで描いたのかな？リトルグリーンメンが見えますね背中のロケットで飛んでいきますホテルの中庭では作業員の方たちが点検してるのかな？トイストーリーの駐車場紫色の柵かわいいですねこれ映画に出てくるボールだよねトイストーリーマニアにあるおもちゃだよね引っ掛ける場所にはあれがぶら下がるかなこちらには監視カメラが中に入ってますね。中庭にはドミノも設置されています。ラジコンカーの RC ではキャラバレを紹介しますわかりますかもじが書いてありますねひっくり返してみましょうゲシーって書いてあるねトイストーリーホテルのエントランス天井にもたくさんイラストがあるのかな海側の工事も見てみましょう透明のガラス部分にカラフルな大きなブロックがはめ込まれていますの最終段階に入っているんでしょうか昼間に見ると隠されたビニールみたいな中では溶接工事のようなことをしているようですクレーンでブロックを入れたりすごい作業ですね
廊下の壁にはトイストーリーのなんか見えますね。